ゆるーく動画をアップしています。登録すると、マニアックな動画に出会えるかもしれません。皆さん、こんにちは。ここは、川崎市の新川崎駅付近です。今回は、みんな大好きアピタテラス横浜綱島。アピタテラス横浜綱島の駐車場へ行きましょう。アピタテラス横浜綱島は2019年にオープンしました。地域密着型のショッピングモールとして人気があり、幅広い世代に利用されています。
いかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございました。登録をいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。